ウィリエール・グランツーリズム2013アルテグラ D2、ウィリエール・トリエスティーナのマークを採用した。1948年にはフィオレンツマーニがジロでイタリアを制覇したことで名を馳せた。1949年と1950年にはツール・ド・フランスでも大活躍した。最盛期には300人の社員を保有し、1日200台の自転車を製造した。 しかし、世界大戦の影響と、スクーターの発達により経営が圧迫され、1952年に、その生産を終えた。1969年、ロッサーノ・ベーネット出身のリノがスタルデロ、エンリコがスタルデロ、ミケーレガがスタルデロの3人の息子によってワイリアーは、運営されている。現在のファクトリーは、ロッサーノ・ベーネットに位置する。 ワイリアー・トリエスティナという社名は以下の事柄に由来している。ワイリアーとト,トリエスティナ双方とも第二次世界大戦後のイタリアの愛国心に触発されたものである。ありがとうございます。